やはりこう現行のピュアアエロですね、どうしてもこういいんだけど、この爽快感というか、でもこの今の現行のラケットはですね、あのどちらかというと、こんにちは、加藤です。バボラピュアアエロ VS ついに出ました。こちらのラケットですね、はい、またご紹介をしていきたいと思うんですけど、何が違うかというとですね、まず前作を見ていただきたいんですけども、前作というか、はい、今現行のですねバボラですね、こちらで、その1個前のこちらなんですけども、これ構造が変わったんですね。昔初期のアエロお使いの方はやはりこの2つだと少しですね、あの打ちづらいとか、ボールが思ったところにこうしっかりと落ちないというご意見もあったりして、ただ比較的こちらの方はいろんな幅のプレイヤーの方に好評になっているので、まあ、どのパイを取るかというところによると思うんですけども、ついにですねこの時代のタイプのラケットに近い構造でこちらの方が出ました。はい、でどういうことかというとですね、これちょっと寄っていただいてですね、まず横から見た時のこの形状、これほぼほぼ同じっていうか同じかな、はい、ちょっとフレームアーツが違うと思うんですけども、はい、こちらのラケットですね、はい、初期のタイプと同じような感じになってます。あとはここのですね、はい、フレームの部分ですね、まあ、若干こちらの方がですねちょこっと厚くはなってますけども、これまた同じような、はい、形に、なっております。つまり昔のアエロを再現していったような、コンセプトではないかと個人的に思います。でこの平べったいところですね、ここのところ この感じで大丈夫ですかね、この平べったさがほぼ似ています。はい、なのでちょっとこのタイプのアエロを体現したラケットじゃないかと、個人的に、考えてます。で以前のものとこう比較していくとですね、はい、まずこのアエロ同士を比較してもこれは違っていくんですけども、ちょっとここが鋭角になってます。このなんだろう、ごめんなさい、見えますかね、まあ、似たようなスペックなんですけれども、はい、1個前のアエロは少しですね、こうなんだろう、尖った感じになってるんですけども、ちょっとシャープさが緩い感じになってます。でこちらか、こっちかの方がよりシャープな感じになってますので、はい、このラケット合わなかったユーザーさんでもこっち側のラケットが合うようになってたりとか、はい、うまくですねこう進化を遂げてると思うんですけども、さて、こちらのタイプとですね何が違うかというとですね、はい、ちょっとこう丸みが、こっちの方が丸みがあるというか、こっちはちょっとと尖ってるというか、この違い分かりますかね、ちょっと話しよう。はい、あ、はい、こういった形でですね少し形状がですね、変わってきてます。つまりこちらのタイプに近い、はい、形になっておりますので、以前ですねアエロをお使いになられて、まあ、いろいろとね、ラケットを試されてですね逡巡されている方いらっしゃると思います。まあ、私もその中の、一人ではあったんですけれども、はい、特にですねこっちのヘビーユーザーさんはですねやはりこう現行のピュアアエロですね、どうしてもこういいんだけど、この爽快感というか、でもこの今の現行のラケットはですね、どちらかというと全体的にパワーが出るようになってます。でクリティカルヒットをしたい場合はやはり吸盤のですねアエロだったりと、こちらのラケットだったりしてくると思いますので、はい、そちらの部分もですね踏まえてですね動画の方を見ていただければと思います。はい、では行ってみましょう。よろしくお願いします。何が違ってくるかというとですね、はい、重さが通常 のアエロ、ね、前旧作のアエロです。もちろん VS でついてるんでね、スペックは違うんですけども、300g に対してこれは 305g で、ストリングパターンがですね、通常のモデルは 16×19 になってるんですけど、こちらはですね、16×20 になってますので、若干ですねこうより競技者スペックに近いような形でできているのかと思います。ウエイトとかバランスコントロールしていければですね、競技者、超競技者にも、はい、
向いている一品だと思いますので、そちらの方も、はい、見ていっていただければと思います。よろしくお願いします。一つの隙もないボレー。足が本当は現役時代は右利きで。ねえ、よし、このことじゃねえ。ねえ、ダメだよ、嘘つくじゃん。うまく。音えぐいな。今日めっちゃ取りだめできました。こちらですね、はい、新作のピュアアエロ VS ですね、こちらのラケット、私個人的にはもうかなり、気に入ってます。で、まあ、どういった経緯でラケットを使ってたというと、まあ、今ですね、はい、ダイアデムでですね、エレベートですね、305g のを使ってたんですけども、はい、こちらだと落ちてくれないボールもこちらだと落ちてくれるって個人的な感想です。ただパワー自体はすごくこう出てくれるんですが、私の技術だとなかなか落としにくい場面とか、例えばレッスン中にお客様とラリーしてて自分のペースを上げていた時にですね、思ったより深くいったりね、ちょっとバコった時にこう浅くこうね、こう落とせないボールはこちらで落ちやすいです。で、同様に V コア98ですね、こちらすごい優れたラケットで私も使用してた経歴があるんですけども、これもすごくいいんですけども、やっぱりこう回転をかけてボールを落としたい、ちょっと自分の技術以上に頼りたいって場合は、こちらですね、はい、個人的には、すごく好きです。で、前回のね、前回のとか今現行版のピュアエロとの違いがですね、やっぱりこうストリングパターンが1本こっちの方が、多いんですけども、僕あんまりストリングパターン多いのは好きじゃないんですけども、非常にその多さをカバーしている。あとはこうサーブ打つ時にどうしても旧タイプのアエロだとこう押す回転はかかってくるんですけどね、こう押してバシンって打つイメージが、あまりなかったんですが、こちらの方はですね、それも両立して、打てるような、感じになってます。で、何よりもこの今現行のピュアアエロだとどうしても回転はかかるんですけど打感がぼやけてしまうんですね。でこっちの方がよりクリティカルヒットをしていただく。どういったイメージかというとですね、ピュアアエロになる前のアエロプロドライブの形に近くなってます。なのでアエロのこう振り抜きが
まあ、吸盤のね昔のタイプのアエロプロドライブの、なんだろう、こうスイングの抜きやすさが欲しい方はこれを使ってみては、いいかと思います。で彼で言うのであれば、あとブラスト RPM ブラストですねの良さを引き出す、ラケットになっていると思います。でこちらの場合はブラストだとですね、ちょっとぼやけた打感があってボールもこう食いつく感じがですね個人的にはないと思う、少ないと思い、ツアーバイトとか、使ってるお客様もですね、私も使ったりしましたけども、あの本当 RPM ブラストのこうすごあの良さを引き出すプラス回転とパワーをこう両立できるですね、ラケットだと、思います。はい、以上です。といった形で、簡単な個人的な感想でした。よろしければですね、はい、ぜひともですねお手に取ってですね、試打してみてください。まあ、あとは他のガットですね、ちょっともし何かですね、自分で貼ってみてですね、良いのがあればまた随時更新していきたいと思います。はい、ありがとうございました。